こんにちは、モノタイプのクリエイティブタイプディレクター小林明です。 GFF フォントのデザインを担当しました。ゲームのためのフォントを作成するのはとても難しいですが、やりがいのある仕事で、そのゲームの中の世界ではこう見えるべきだという雰囲気を表現する必要がありますし、場面に合ってしかも読みやすくなってはいけません。もし書体の雰囲気がゲームに合っていなければ、プレイヤーはそれを感じ取るでしょうし、楽しめないでしょう。まず大事なのはブランドの本質をつかむことです。ここでは書体が伝えたいのは、若く活動的でしかも現代的なゲームであるということです。書体デザインにはとても時間がかかります。コンセプトの設定から始まり、何回も試作と修正を重ねて、ようやくこれだというデザインに仕上がります。私たちはこのゲームを使う人に、まさに自分のための世界が構築されていると感じ取ってほしいのです。もちろんこの書体が表現したいのは、ダイナミックな動きとエッジの効いたかっこよさです。カーブの部分と角になっている部分を使い分けて、スピード感と力強さを表現していますが、それはまさにゲームの中の体験そのものです。大文字の D と G にはユニークな特徴があって、プレイヤーの心に強い印象が残ります。これによって書体に躍動感が生まれますが、全体の雰囲気を壊さない程度に抑えました。この書体はゲームの中の画面、UI、そしてゲームのロゴにもぴったり合うように作られています。プレイヤーはどのデバイスを使っていても、どの言語を使っていても、ゲームに集中してその世界観を存分に味わうことができます。フリーファイアのゲームを好きになった人に、この書体のことも気に入ってもらえたらいいなと思います。